ホルヘルイス・ブルチャガは、アルゼンチン・エントレ・リオス州出身のサッカー選手、サッカー指導者。ニックネームは、ブル。ポジションはミッドフィールダー。息子のロマン・ブルチャガはテニス選手、マウロ・ブルチャガはサッカー選手である。インデペンディエンテでは1984年の、リベルタドーレス杯で2試合を通じての決勝ゴールを決め、優勝に貢献。1986年メキシコワールドカップでは、 ブラウンの先制点をアシスト、さらに決勝点を決め、アルゼンチンを優勝に導いた。代表では、ディエゴ・マラドーナとのプレーの相性がとても良く、ブルチャガのことを、自分の副官のような存在であったとしている。CA インデペンディエンテでは、1983年にアルゼンチンリーグ優勝、1984年、コパリベルタドーレス一時、リーグ、 二次リーグで9試合後ゴールを決め、決勝進出に大きな役割を果たすと、決勝のグレミオ戦で、ファーストレグで決勝ゴールを決め、これが、ファーストレグ、セカンドレグを通じて、唯一のゴールとなり、優勝の原動力となった、同年12月日本で開催された、インターコンチネンタルカップでは、リバプールを1-0で破り優勝を果たした。1985年からは、 フランスの FC ナントに遺跡1992から93シーズンはバランシェンヌ FC に遺跡2桁ゴールを挙げる活躍をしていたが八オチ疑惑に巻き込まれ2年間はクラブチームでの試合からの出場停止処分を受けた処分が明けてからはフルスインデペンディエンテに復帰1996年の南米スーパーカップ 聖杯や1995年のレコパカップの優勝に貢献し、1996年、神戸で開催されたグレミオ戦では、試合には敗れたが、PK で1ゴールを決めている。1998年のアルゼンチンリーグ前期、リーグ、ベレスサルスフィールド戦を最後に引退した。1983年から1990年にかけてアルゼンチン代表でプレーし、 1983年のコパアメリカでは得点数は3ゴールながら大会得点王になった。1986年メキシコワールドカップではグループリーグ最終戦のブルガリア戦でゴール準決勝のベルギー戦ではマラドーナの決勝ゴールをアシスト決勝戦の西ドイツ戦では FK からブラウンの先制点をアシストさらに決勝点となる3点目のゴールを決め アルゼンチンに優勝をもたらした。1990年、イタリアワールドカップでは、グループリーグ第2戦ソビエト連邦戦でゴールを決めるなど、全7試合に出場、決勝に進出したが、西ドイツに0の1と敗れ準優勝に終わった。1994年のワールドカップアメリカ大会時も、代表候補になるが、最終的にはメンバーから外れた。代表では57試合に、 出場13ゴールを挙げた。現役引退後は指導者として、国内クラブの監督を歴任している。2005年、レーナルド・メルロの後継として、エストゥディアンテス・デラ・ラプラタの監督に就任した。2006年に CA インデペンディエンテの監督に就任したが、2007年4月に更迭された。二千八年に CA バンフィエルドの監督に就任したが、二千九年三月に辞任した。 ありがとうございます。